ルラジ。週末金曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚ぐるくんのように沖縄全国をぐるぐる回って体験してさまざまな情報をお届けするぐるくんラジオ、略してぐるラジ。今夜も30分よろしくお付き合いください。この番組は毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りします。こんばんは。ぐるくんラジオ、略してぐるラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティのくすのきとべっちです。はい、本日前半のトークテーマは七夕でございます。明日七夕ですのでね、ツイキャスでのコメントをお待ちしております。後半はぐる散歩古島駅編をお届けいたしますね。まあ明日七夕とは言ってるんですけどね、はい、全国でお天気がちょっと ね悪そうですね。悪そうですね、うん、九州なんか結構。そうなんですよ、私の地元佐賀の方も結構雨がひどいみたいで、あら、うん、近所の川がすごい水位が上がっちゃって、うんうんうん、ちょっと心配ですね、これ ね、 結構心配ですね。もう災害の指定もしてるようですから九州の方、うん、どうでしょうか。結構全国的に天気も崩れてるようで。そうですよね、七夕どころじゃないですよ ね、 そうですね。ちょっとこの週末もうぜひね、うん、あの川とかを見に行くとかいうのはねやめていただきたいなと思いますけどね、うん、本当です。はい、沖縄もね、うん、来週台風がまた、はい、ちょっと相当なやつ来る感じですね、うん、なんか結構でかいみたいですね、うん、しかも直撃コースで来てるので、結構大変なので、ね、台風対策ねこの週末の間にしないといけないですね。そうですね、今回はもう停電もしそうな大きさなのでね、うん、ちゃんとあの買い出しなんかもやっておくと安心ですよね、うん、早めにちょっと急にね、はい、早くなる時あるから早めに対策お願いしますね。はい、グルラジじゃないや、ツイッターの方、ツイキャスの方、はいはい、コメント来ています。もうダメだな今日今日はちょっといろいろね私もカミカミだしね。ほかまさんからこんばんはということで来てます。こんばんは。長谷川さんからこんばんは、台風大丈夫ですかということで、台風7号の方はね、うん、結構風がずっと、うん、ビュービュー吹いて、ね、雨も結構ひどかったので、うん、ね、7号はね、でもそんなにね、うん、大きいあれでもなかったですけど、ただ私、うん、家のネットとテレビはなんか早い段階でもう繋がらなくなり、もうひどい、夜は早めに寝て、で朝つけてみたらやっぱりテレビつかなくて、テレビがつかないってちょっと結構ですよね。そう、だからもう多分なんかアンテナがダメだったんでしょうね。だからもう台風情報をスマホでしか手に入れられない状態になって、でもテレビがつかないから停電しちゃうんじゃないかっていう不安もあり、ね、充電はしてるんですけど、あんまり使いすぎないようにって思って、うん、もう寝て過ごしました、ね、ちょっと心配ですね。私も家中のモバイルバッテリーを充電し、はい、エネループを充電しっていうね、結構充電ばっかりしますけど朝から私はね、次の台風がね結構大きいから、うん、もうちょっとしっかり対策しなきゃいけないかなっていう。そうですよね、ちょっと電気関係はねこの我々ちょっと不安ですよね。はい本当に私もネットがないと生きていけない人なので、はい。ライツさんから、はい、サイメッツさん今日も可愛いねということありがとうございます。長谷川さんから音声が途切れるということ、岡間さんからも音声やばいですねって来ていて、あ、ヨシさんからも音声 やばいですねって来てますけど、音声こやばいのか、わからない、台風の影響か、台風の影響か、うん、早いな音声が切れてるっていうことなんですかね、うん。あ、ライチさんか、日曜日那覇の日だねってことで来てますけど、そうだそうだ、あ、そうなんですか、那覇の日だ、7月8日ですよね。あ、そっかそっか、7月8日那覇の日、うん、那覇の日って何したらいいんですかね、うん、何したらいいんでしょうね那覇の日何しましょう、何しましょうね、はい、あ、FM 那覇の開局日だそうですよ。そうなんですね、ダジャレで開局したんですか那覇でね、そうなんですね、78.0MHz ですから、そういえばね、ということで、あ、ライチさんからカーラジオは順調4ってことで来てるので、じゃあツイキャスが切れるのかな、うんうん、那覇の日は那覇から出ないということで、あ、そういうこと那覇で過ごしましょうの日ですかね、そっちの方向でいきますか
はい、ということでグルクンラジオ略してグルラジは 78.0 メガヘルツ FM 那覇での放送のほか、ツイキャスでもリアルタイム配信しています。ポッドキャスト、 YouTube では録画配信していますので、放送終了後もお楽しみいただけます。グルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタググルクンラジオ、ハッシュタググルクンラジオつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークグルクン沖縄、メールアットマークグルクン沖縄までお願いします。ツイキャスでいただいたコメントは放送中どんどんご紹介していきますので、たくさんのメッセージお待ちしてます。ツイキャスつなぎ直してもらったんですけど、大丈夫ですかね、皆さん聞こえているんでしょうか。ちょっとね、さっき切れてるということで、ラジオ放送の方は順調だったようなんですが、ツイキャスの方が音が悪かったようですので、ちょっとね、あの一回あのつなぎ直してもらってますので、あ、岡間さんいい感じでした、よかったですね、ありがとうございます。もうすぐに返事していただいてありがとうございます。じゃあこれで順調にいくといいな、あ、大丈夫でした、よかったです。皆さんありがとうございます。すぐ反応してくださってね。じゃあさて、今回のフリートークのテーマはね、ちょっとまあさっきも言いましたけど、はい、七夕ということで話していきたいんですけれども、はい、メッセージ来てますか。はい、メッセージ来てます。はい、お願いします。ラジオネームどさんこぐるくんさんからいつもありがとうございます。はい、さあ、9月の連休に那覇を中心に観光しますが、僕は雨男、大きな予定の時に台風が来ることもあるので心配です。そこで明日の七夕には良い天気になりますようにとお願いしようと思います。ベッチさんとクスノキさんにお会いしたいな、生放送頑張ってくださいということでメッセージいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。お、那覇にいらっしゃるんですね、北海道からね。うん、ああそうか、9月連休もありますから ね、 ね、 ね、もう連休関係ない仕事をしてるもんで、うん、9月に連休があることすっかり忘れておりました。暦をあまり見ないっていうそういう休みの感覚では見ないっていうねとこありますからね。9月ね、ぜひ金曜日引っかかってたら、そうですよね、うん、ぜひあのスタジオに遊びに来てください、うん、そうですよ、うん、ぜひぜひ来ていただきたい、スタジオにね、はい、どなた様でもリスナーさん、はい、スタジオ見学できますのでね、はい、窓がついてますので、はいはい、そこから覗くことができます。ぜひお立ち寄りいただきたいなと思いますけどね、はい、七夕、うん、短冊にお願いを書くっていうのはまあそうですねその通りなんでしょうけれども、うん、どうですか、ベッチさんは何かお願い事。そうですね、FC 琉球が今2位なんですよ、うん、J3 の中で、ね、はい、サッカーなんですけど、うん、はいはいはい、なのでこのまま順調にいって、はい、J2 に昇格してほしいなって思ってます。これ J2 にはどうやったら上がれるんですか、うん、まず順位上にいないといけないんですよ、はいはい、でちょっと J2 の仕組みはよく分かってないんですよね、うん、J1、うん、に上がるかどうかの試合はたくさん見てたのであれなんですけど、はいはいはい、うん、ただまずは上位にいないといけないので、このままキープしたまま、はい、このシーズンが終わってくれればいいのかなと思いますけど、はい、そうなんですね、うん、明日はね、年に1回の1万人祭りもあるので、うん、すごく盛り上がるんじゃないかなと思います。え、1万人祭りっていうのは何なんですか。もう1万人集まれっていうこと、サッカー祭りみたいな感じで、うんうん、一大イベントをやるんですよ。毎年どこでやるんですか。これは沖縄県総合運動公園陸上競技場ですね。沖縄市の、はい、あっちでやるんですけど、うん、キックオフは、うん、8時、あ、8時じゃないや、6時なので、うん、涼しくなってから試合が始まるので。そうなんですか、うん、で結構ね、いろんな出店も出るので、ちょっとお祭り感覚で皆さんいらっしゃるんじゃないかなと思います。天気がちょっと悪そうな予報だったけど、もう天気が持ち直しそうなんでね、週末はね。そうなんですよ、うんうん、この週末の天気をね、ぜひ利用して、はい、ね、お近くの方は行ってみたらいいかもしれないですね、うん、なんか浴衣で行くと無料になったりとか、うん、あと金城さんと比嘉さんは無料になるらしいので。何それね、ちょっと面白い企画されてるので、ぜひぜひ。そうなんですね、うん、あとはね、お昼からアジアンフードフェスティバルっていうのもやってるので、はいはい、うん、
すごく。じゃあもうサッカーをこう家族で、みんなサッカー好きなわけじゃないから、サッカー好きな人、好きなお父さんと興味ないお母さんも一緒に子供連れて行けるみたいな感じなのかな。ご飯をバーッと買って席に行って、あの興味ない人はご飯食べててもいいんで、ただ席を埋めてほしいです、サッカーファンとしては。うん、やっぱり観客が多い試合の方が楽しいので。うん、1万人って結構ですよね。でもね、エイサー踊りたいじゃありますね。ね、だから1万人集まってくれたらいいなと思いつつ、ね、ぜひ集まってください。1回も昔行ったんですけど、はいはい、お昼ぐらいに到着して、うん、ものすごい暑くて熱中症になりかけてしまって、うん、試合見る前に帰っちゃったってことがあるので、初めてです、しっかり行けるのは。なので明日すごい楽しみにしてます。うん、じゃあぜひ応援頑張ってきてください。はい、ツイキャスは七夕来てるかな、ちょっと見えない。七夕の方ですか、メッセージね、初めの方に来てますね。長谷川さんから、七夕に何を願う、藤波くんの復活、ロサリオたくさん打ちますように、阪神タイガースが優勝しますように、宝くじ高額当選。もうなんか欲張りすぎですよ。4つも願い事ありますけど。ありますね。はい、これ私もやっぱり阪神タイガース優勝は、はい、ね、あのかかんといかんないでしょうね。藤波くんの復活は、藤波くんの復活は七夕に頼むことじゃないかもしれない。お前は自力で頑張れよっていうね。直美さんも100勝しましたし、まあね、頑張ってほしいなという希望を込めて書きましょうかね、阪神優勝は。はい、はい、ライチさんから、はいはい、七夕60オーバーのタマン釣りたいってことで、60って結構そこそこありますよ ね。うん、ライチさんから、ホームスタジアムも作らんとだよねっていうことで、あ、そうだ、 J3 もそっか、ホームスタジアムがないとダメなのか。喧騒は違うの、ホームスタジアムとは言わない、スタジアムの条件とかがあるんですよ。何人収容できるとか。なのでそういう条件が揃ったスタジアムを持ってないと上がれる条件じゃなかっただと思います、確か。あ、そうか、じゃあ先にそういったインフラ系もやらないといけないわけですね。そうなんですよ、だからやっぱりある程度お金を持っているクラブの方が、やっぱり条件は整いやすいっていうところもあるので、やっぱりたくさんの人が見てくれるのが一番ですね。そうですね、スポンサーっていうのはやっぱり見ないとつかないからね。そうなんですよね、でも沖縄来たての時は本当に琉球ガラガラの試合を見に行ったりしたことがあったので、今は結構ねサポーターさんもついてるんじゃないですかね。そうなんですね、だからすごい盛り上がってると思います。やっぱ上位に行くと面白いので、試合が、そりゃそうだよね。今年勝負かけてほしいなと思ってます。ひそかにひそかに応援しております。久しぶりにこのサッカーの話がちょっと盛り上がって、でも最近サッカー見てないのでちょっと詳しくないので、明日また勉強してきます。はい、じゃあぜひね、あの FC 琉球のサポーターさんたちとも仲良くなっていただいて、応援していただきたい、ね、っていうか、まあ、私野球民なんであんまりこう関心持ってみてないですけれどもね。長谷川さんから、はい、グルクンラジオも浴衣放送希望っていうことで来てます。浴衣放送。ただね、これあのなんだろう、胸よりもうちょっと上からしか映ってないので、そうですね、だいぶ浴衣感ないでしょうね。ないよね。髪の毛もセットしても、あのヘッドホンがあるので、今一つね、あの伝わりづらいかもしれない、夏っぽさが伝わらないかもしれないですね。そもそもラジオですしね。そうなんですよ、ラジオなので何色の浴衣着てますよっていうことしか伝えられないっていう、一瞬このなんかね、はい、ツイキャスやってるから、そのまま話したけど、ね、そういえばラジオでした。そう、皆さんに見えてるようなつもりでいてしまうんですけど、ちょっとなかなかね、喋っちゃいますよね。でもちょっと浴衣放送してみたいですね。楽しそうだね。はい、ほかまさんからミルキーウェイということで来てますね。ただね、はい、長谷川さんからグルラジオ勝手にサポーターということで、ありがとうございます。もうね、あの、この辺の皆さんみんなそうですよ。この辺って見えないね。何をしてかってかというとね、あの画面の、ね、ツイキャスをこう指さしてるんですよ。ここにこの心にいる人たちっていう、ね、全然私映ってもないのに分からない。今日すごい草木さん雑なすいませんトークを雑でした。いつもコメントくれるね、あのグルグル、ファミリーって勝手に思ってるよ、もう、リスナーさんありがとうございます。勝連香織さんからこんばんはって、こんばんは、ありがとうございます。
長谷川さんから大城くまさんの技術力ではなでなんとかなんとか良かったですねなんとか配信、ライツさんからワールドカップ決勝トーナメント今日から試合始まるまた眠れない夜が始まるあそうなんだベルギーはクロアチア優勝予定、予想ということで来てますねなるほどうん私はベルギーかなと思ってますあそうなんですねおかまさんからグルサポいいはずよっていうことで来てます、はい、そうですね私の願い事もう一つはもっともっとリスナーさんが、増えてくれること、はいはい、いいお願い事ですね、はい、私もそう思っていますはい。ということで七夕トークはこの辺で終わりますねはい。グル散歩本日は古島駅編ということでね、はい、はい、お届けしたいと思います。先週ですかね楠木さんと、はいはい、古島駅遊びに行ってきました。行ってきました、はい、暑ございましたね。もうめちゃくちゃ天気のいい日でもう古島着いた途端暑っていうことでねもう駅で暑って話ですよ。暑ってなりまして古島駅行ったことがある人は分かると思うんですけど、うん、多分あのユイレールの駅の中で一番階段がある駅なんじゃないかなと私は思ってるんですけどどうですかね、うん、だと思います、ね、そうですね、うん、はい、階段の数多いです。あっちはあの330号線があるから、うんうんうん、あの上と下とあるの で、 そうです、ね、うん、あの1階2階ん中2階で2階かな、なのでもう3階建てみたいな感じになっているの で、 結構ね、あの初めて古島駅に着いた人とか、うん、初めてあの古島駅から乗ろうとした人とかって、うん、結構どうやって行ったらいいのかわからないみたいな、うん、はいはい、あのどこから降りたら目的の道に出てくれるのかわからないっていう、うん、どの段に出ようかなっていう感じになるのでまず下のね、うん、あの交通広場があるところが一番低い、まあ、1階なんですけど、うん、あっちに行くともうなんかここはどこだってなっちゃう。そう、もうここどこだろうっていうぐらい。バスに乗りたい人はこう中2階で降りないとバス乗れないっていう、うん、ちょっと結構ややこしいですよね。ややこしいんですよね、うんうん、あ、ライチさんから古島駅出口多いよねってことで来てますね、うんうん、出口が多いんですよ。そうですね、うん、なんかまあね、出口多いと言ってもね、この内地の駅に比べたらあれですけどね、はい、でもそうです、うん、出口多いし階段が多いっていうところでちょっと特徴的な駅の作りですね、うん、あっちはね、うん、ただね、古島駅割とあのバスが止まるのと、うんうん、あとこの間の楠木さんと一緒に行ったやんばる急行バスの停車駅でもあるので、はい、あ、はいはい、うん、あの割とバスは便利です、うんうん、あっちはね、一応あの那覇に入る手前で、うん、このバスの乗り換えをさせるための場所ではあるんですよ、古島、うんうん、それを想定しているんです ね、 あ、 ですね、あっちの場所っていうの、うんうんうん、で本来バスセンターを、まあ、誘致みたいなのもいろいろあったんですけど、うん、まあまあね、うん、でもバスは便利にはなってるっていう。私昔あの辺に住んでたんです、古島駅の周辺に、はいはい、でそしたらあそこバス停しっかり広さはあって屋根もあるんですよ、うん、ただあの屋根が日陰になってくれる時間帯ってめちゃくちゃ短くってあの屋根があるのにすごい日向で待たなきゃいけないっていう、うん、あの屋根もキュッともう狭い幅の屋根なので日陰の幅ももともと狭くって、で屋根もそこそこ高さがあるので、あの日が当たったらすごい長さの影になっちゃったりとかして、あの道の下の方に影が伸びてたりとか、うん、するのでちょっと暑いんですけど、まああのギリギリにね、あの時間ギリギリに着けば、うん、まあ、快適に乗れるのかなっていう駅です、うん、あのね、バスマニアの目線でした、はい、交通関係でちょっと便利な駅ということで、ね、うん、すごく便利ですね、なってますけどね、はい、うん、でね、もう駅の構造で私と楠木さん建物系が好きなので、はい、もうなんかこれダンジョンみたいだねっていう話をしながら、ダンジョン味あるっつってね、うん、改めて見たら、あ、すごいダンジョンっぽいなって、うんうん、思いましたね、うん、結構あの何でしょう、この中2階の、まあ、国道330号線から見上げても結構ないい感じのね、うん、
あの煽りの写真が撮れるし、うん、交通広場まで1階まで降りるとさらに高低差があるので、うん、すごく見上げる感じが広くて大きい建物に見えるんですよ ね、うん、ね結構かっこよく写りますよね、はい、写真ぜひ広角レンズで撮っていただきたい GoPro を、ね、持っていかなきゃいけない場所でした。GoPro を忘れると私痛恨のミスを犯しました、はいはい、でね着いてからエレベーターで下の交通広場へ行きまして、はいはい、意外とねあそこ駐輪場とかもあるので、うんうん、あの自転車で行ってモノレール乗るっていうこともできるの で、ね、割と、うん、あのレアなんですよね。あんまりちゃんと駐輪場がある駅って意外と少ないというか、うん、やっぱり交通広場自体がちゃんとあるっていうのは、うん、あのなんか、なんていう、街中にはないからやっぱりね、うん、ただ私はあそこの交通広場で一回もタクシー待ってるとこ見たことなくて、あそれはやっぱり上に待つんで上で、ね、うん、上にはたくさんいるんですけどね、下では待たないっすよね、うんうん、まあ、ということでグル散歩古島駅編どの辺を歩いたかと言いますと、うん、もうね暑くて暑くてあの最近新しくできましたアクロスプラザ古島駅前店本館に、うん、あのもうすぐに入っちゃいました、はいはい、なんかまあショッピングセンターとまで言わないけど、うん、まあ、ちょっとねスーパーとかが入っている新しい、ね、施設ができたんですよね、うん、はい、あの私があの、まあ、今はもう古島住んでないんですけど、はい、あの引っ越す前に建て始めてあの引っ越した後に完成したので一度も行ったことなくて、うん、恩恵に預かってないと全く、うん、はい、ただね結構いろいろ飲食店も入っているので、うんうんうん、結構面白いかなと思います。まだ割と空き店舗も多い感じがするの で、ね、今からって感じなのかな、うん、今からいろいろ入るかもしれないですね、うん、でまあ、あのあペットショップとかもね結構大きめのところがあって、あったね、うんうん、全然知らなかったですこんなところにペットショップがと思って、うんうん、なのでペットとかね飼ってる方は、うんうん、新しくペットショップできてますので、フードがね、うん、結構外国産の良さそうなのが入ってました。私他の店では見たことないようなのが入ってたので、うん、結構取り揃えてありまして、ね、うん、入り口入ってすぐにペットフードはもしかしたらいいかもしれないですね、うん、はい、でまあ、何をしたかと言いますと、うん、ご飯を食べましたね。そうですね三竹寿でつけ麺を食べました、はい、つけ麺食べましたはい、でね私はあのノーマルなあのつけ麺を頼んだのですが、うん、はい、楠木さんが、あの辛いつけ麺を、はいはい、頼みまして、辛いのでもなんか辛さ選べて一応激辛という一番辛いのにしたんですが、うん、はい、まあ、案の定辛くなかったって楠木さん言うじゃないですかもう、まあ、私見た時ものすごいなんかもう赤いのが出てきてもうなんか見てるだけで辛いっていうぐらいの激辛感出てましたけど、それがねまだ足りなかったですか。全然辛くなかったんですよ激辛というのはちょっといかがなものかなって個人の感想ですこれは個人の感想なんではい、はい、すみませんけどね、うん、三竹寿の話題したら、ね、うん、ライスさん三竹寿久々に行きたい、つけ麺食べたいって、やっぱりねあの行ったことある方も、ね、うん、結構多いですよね。沖縄の人は三竹寿割と有名なんで、うん、この間も平日に行ったんですけどね、うん、ランチタイム結構混んでましたね。あ、うん、そうですね、うん、あのね、私前行った時平日だけどちょっと並びました、うん、あ、そうなんですね。しかもちょっと外して1時半過ぎたころ行ったんですけど、うん、結構待っちゃって、あ、人気はやっぱりありますよね、うんうん、でね、平日のランチタイムだとあのご飯が無料 で、うんうん、好きなだけ入れられるの で、 そうです、ね、最後 の、 あのつゆでね、うん、雑炊チックに、はい、そうですね、はい、したらいかがでしょうか。あれね、もう麺でねお腹いっぱいなのに、うん、ついつい麺はね、小を取らなきゃダメです、あれ。小、うん、だった、うん、波だっけ、波かな、小さい方を取らないとご飯まで絶対食べれないよね、うん、で結構もう波でもお腹いっぱいなのに、うんうん、あのみんながご飯を茶碗にあのついでる姿を見ると私もご飯食べたいってなって入れちゃうんですけど、ちょっとこれ少ないかなって思ってちょっとまた足しちゃって、すごいもう満腹状態、結構もうかなりお腹いっぱいになりましたね。カツレンカオリさんから、はいはい、私も行きましたが辛かったですってこと来てますけど、辛いのちょっと苦手系ですかねカツレンカオリさん。いやいや、でも辛いの頼まれるなら あれですよね、うん、辛いの好きで、好き、はい、かな、うん、辛いの嫌いな人も絶対頼まないので、あのちょっとでも辛さマークついてると頼まなくなっちゃうので、この唐辛子のマークねそうそうそう、唐辛子のマーク5個ぐらいつけとけって思いますけどね私は。いや、ダメですよダメですか、あ、ダメですか、うん、
辛いの好きな人、あのいましたら沖縄県内リスナーさんでぜひ私に紹介していただきたいので、あのいつでも待ってます。あの、ね、ツイッターとかにも書いてもらえると、うん、グルグルグンラジオって書いて辛いのありますって言ってくれると、あのお店の方とかでもぜひ教えてください。楠木さんがすぐ取材に行きます、はい、すぐ行きます、すぐ行きますよ本当に。はい、というわけでグル散歩はこの辺で。はい、あっという間にもうエンディングの時間です ね、 早いですね。今日も早いね、うん、はい、はい、ツイキャスはだいたい読めましたかね今日はね、はい、長谷川さんから涼しい時にグル散歩してみたいということ来てますね、はい、うん、涼しい時 ね、 短いですけど短いです、うん、そうですね、はいはい、グル君ラジオは毎日新鮮安い農連プラザ屋内にある農連ファーム、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました。次回、はい、テーマトークは、はい、寺神社、はい、ね、寺神社 なんでこんなトークテーマなのかって言われると、うん、我流操作私のコーナーで、次週楠の木御朱印をいただくのコーナーですすごいタイトルがそう初めての初めてタイトルつきました、はい、御朱印をいただきたいということでですね、うん、はい、やっていきたいと思いますので、はい、ね、はい、でよろしく、寺神社についてのテーマトークよろしく皆さんお願いいたしますね、うん、はい、よろしくお願いします、次回は7月13日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手は楠の木とベチでした。さよなら、さよなら、また来週。